こんにちは、まーです、消滅都市2やっていきたいと思います。今日はですね、こちら、Keep Moving On やっていきたいと思います。はい、ではこのパーティーで行こうと思います。前回の動画を見返したところ、ちょっとこのパーティーとは違うんですけど、ソーマくんをリーダーにして、難易度100をクリアしてました。で、難易度105は負けてましたね。で、いつもソーマくんだから、水はたまには変えて、このチョコレートバレンタイン愛理ちゃんにしようかなと思ったんですけど、どうしてもね、アート系だとね、なかなかうまいことこう2倍のキャラとか2倍にできるキャラっていうのかなとかがいなくって、なのでちょっと、まあ、前回とはサブがちょこっと違うんですよね。あとアーティファクトも違うかなってことで、今回もまた相馬くんパーティーで105にリベンジしていきたいと思います。前の動画はマイケルになんか2万何歩だかだったかな、すげええぐいダメージをもらってダメでしたね。ただね、100難易度100は余裕でクリアできてますよね。なので難易度105の壁、100と105の壁が凄まじいですね。防御アップかな、これなんだっけ、大サービスだ。回復力いまいち。あれ、アーティファクトってゼロでもこんな風になってた。仕様変わった。3バトル、あれ5バトルもあるの。あれ、マイケル出てくるのは2バトル目じゃない。オッケー。確か、そう上限1をやってくるんだよね。で、これの後に来るの。上限1が消えた後に来るね、確か。違ったかな、確かそうだった。一応貼っとくかな。これで 75% カットだから、確かこの1の上限は消えるはずなんだけど、あ、やばい、取りこぼし消えないね。このフルボッコが終わんないとダメなのかな。でも上限1だから今ぶっ放したところで意味ないもんね。てか、アーティファクト使うの早かったんじゃない。アーティファクト後でもよかったよね。いやー、後悔。これだ、来た。待ってよ待ってよ、どれで行く。どうせ溜まるだろうか。ウェンディで行けないかな。あ、ウェンディもったいなかったかな。あ、行けた。
ちょっともったいなかったか。そうだよね。あーでもまあ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 いいか。またあぶね。またたまると信じて。あーもったいね。あれこの次の敵なんだったっけ。まあいいや、このウサギはこのまま抜こう。怖いよ。ジン君使えるけどちょっと悩む。とりあえずこのまま抜けるべ。このあと何だったっけ。1しか当たんないやつだっけ。そんなことないっけ。あれアミちゃんか。あれあーそっかそっか。この防御は確か消えるけどさ、抜けないかな。待った方がいいか。15万でしょ。抜けそうだけど。危ない危ない危ない。さあどうする。あ、もう少し消えるね。これは消えたらどうなるんだ。1しか当たんないとかではないのか。はい、OK。あー余裕じゃん。そっかー。ってなるとちょっともう一回溜まることを見越して白ウサギでぶっ放してもよかったってことかな。瞬殺の敵が近づいているよ。そうだよ。とりあえずやろうか。白蛇さん、行きます。すべての世界を終わらせる。よし、支配して差し上げますわ。やべ、順番間違った。やべやべやべ、相馬くんの前にウェンディ起きちゃった。いやー、バカ。もう何しとんねんバカ。バカバカバカ、めっちゃバカ。いや相馬くんさ先に押したんだけどさ、まだあの最初に使った相馬くんがね、まだ効果切れてなかったみたいでウェイトになってたんだよね。いやーさマジで。まあいいや、このまま行こう。でももうチェインも100だ。何が来るんだった。命中率来んのか。やべ、あれ来たっけ。せっかく動画見た。動画見てから来たのにな。すぐ切れるやつだったかい。貫け。クリアタイムがちょっと良くないかな。いやーさっきもったいないことしたね。せっかちなんですよねちょっと私きっと。あ命中率切れるね。よし、そしたらもう一回リベンジだ。今度はミスらないぞ。その程度もったいないけど使います。ノーミス狙いたいの。でウェンディー、マリアントネットを貯めていきたい。これ撃つしょ。
はいはい、はい、おさん、せっかちさんやらないよ、押しちゃダメよ。あ、そっか、マリー・アントワネットも減弱、減弱衰弱。オッケー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 。で、ウェンディがたまりましたら、はい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 、あーこれ、まあいいや過去を振り返ってもしょうがない。いいねいいね、ウェンディちゃんいいね。もうちょっともうちょっと、このままノーミスしたいな。緊張する、ミスれないってやばいよね、緊張感。あとちょっとなのに、やだ痛い。でもあと1しかない、ジェンの。あ、怖い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 。よっしゃ、やったー、ノーミスクリア、しかも100チェーンでクリアした。オッケー、はい、ということでこのようなスコアになりました。あんまり良くないね、スコアがね、思ったより。どうなんだろう、立ち回り的に。ギミック的には意外と難しくなかったなと思うんだけど、まずこのアーティファクトもちょっと使うの遅くてよかったかもしれないね、最初に使わないで。ちょっともったいなかったかな。で、あと最初の白ウサギとかでマリー・アントワネットとかぶっぱして、もう一回スキルため直してもよかったかもしれないよね。まあ、あのウェンディ先に押してソーマ君押しちゃったミス、まあ完全なボンミスなので、まああれは抜きとして、そうだよね。まあソーマ君パーティーで行くなら、これはアングラがいいんだけど、アングラ意外といないんですよね。あ、この子でもいるか。でも長めの 1.7 にして高速移動、これもありかい。でも 1.7 ってどうなんだろう、相馬くんで 2.5 だからね。あ、でも途中で使えばいい、道中。そうだね、結構これが今の私のスタメンだったりするんですよね。スキルの使い方でもうちょっとクリアタイム短い近くできて、なおかつミスんだけもうちょっといけたかな。よければアドバイスください。まあ何でしょう、私的には前回105クリアできなかったので、これあのリベンジできて嬉しいです。で、いつもなんかこの魂研究所ガチャとか、結構後で別途の動画にしてたんですけど、やっぱりこうまとめてやりたいなと思うので、どの情報が欲しいん、このランキング動画の最後にやっぱり引いていきたいなと思います。いつもそう言って前も言ってたんだけどね、忘れちゃってたので。俺のまずこれから S、 はい、はい、次は SS、 どの情報が欲しいんだ、契約成立、はい、最後ミニチケ4枚で SSS、 はい、さあ誰来る。あー、かぶりました。はい、ということで、あ、今アーティファクト来てんのか。え、ちょっと欲しいんだよね、すごい悩むな。でも今福沢ため期間だからな、我慢しようかな、我慢しよう。はい、ということで、よければチャンネル登録と、Twitter のフォローお願いします。ご視聴ありがとうございました。